南部牛追い歌です。田舎なれど南部の国はよ、西も東も時刻は4時17分です。ここからの東北の絆、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。さあ、このコーナーでは東北地方の今をお伝えすべく、そしてこの我が戸塚から東北に向けての支援活動応援をしている皆様をゲストでご出演いただいたり、さまざまな形で東北を忘れないために毎週16時前半のところでお届けしていく東北の絆のコーナーです。今日は横浜の伊勢崎モール、館内の駅から横浜伊勢崎モールを歩いてすぐにあります横浜ニューテアトルという映画館に、私は陸前高田市が舞台となっているドキュメンタリー映画先祖になるを見に行ってきました。この横浜ニューテアトル、小さな映画館なんです。でももう大好きになりました。角がメガネ屋さんです。そしてその角を曲がると地下に降りていく階段があって、地下に降りるその入り口のところにスタッフの方がお一人、そしてその奥には封切りされている映画のチラシがたくさん置いてありました。私は今回はこの先祖になるという岩手県陸前高田市の佐藤直さんが主人公のドキュメンタリー映画を見てきましたが、その前はがれきとラジオ、南三陸町の FM 皆さん、臨時災害放送の FM 皆さんが舞台となっている、主人公となっている映画を見てきました。まあ、その他にもこの後の映画の新しいチラシがね置いてありました。見たいものばかりだなと思いながら階段を降りていくと、そこには横浜ニューテアトルの石本さん、チケットを切ってくださっていました。石本さんにお聞きしたところ、今年になってしっかりと作り込んだ東北地方のドキュメンタリー映画がたくさん配給されていますというお話でした。横浜ニューテアトルの石本さん、お話聞かせていただいてありがとうございます。昨年は福島の映画が中心にドキュメンタリー映画上映されていたというお話も聞きました。福島の原発のことについては急を要するということで、いろいろな映画が作られ、そして子どもたちの夏、1万年後の安全、チェルノブイリの夏などがこの横浜ニューテアトルでも上映されたとお話をしてくださいました。今回の先祖になるというこの陸前高田市が舞台の映画は、池谷薫さんという監督さんが
何度も東京と陸前高田市の間を車で行き来しながら、佐藤直さんというこのおじいさん、チラシに載っているお顔はね、とってもお口元がお年寄りの雰囲気があるんです。だけども映画の中に登場する佐藤直さん、動き回る佐藤直さん、本当にお元気なんです。木こりさんであり農業もしていらっしゃる佐藤直さん、みんなから親分と慕われています。佐藤直さんの家は津波で壊され、消防団員の長男は波に飲み込まれました。生きがいを失った佐藤さんに何ができるのか、ずっと監督池谷さんは佐藤さんと本当に人と人として仲良くなりながら通い続けて、佐藤さんの姿をドキュメンタリー映画に収めたんです。自分で森から木を切って、そしてね、大工に頼みながらお家を建てたんです。一番最初のシーンでもう壊れそうになっているけれども、まだ柱が残っている、そのうちに佐藤さんは一人で住んでいました。奥さんは仮設住宅に引っ越したんです。そこのシーンから始まるんですけれどもね、何か物差しを持ってきて、そしてその、柱に当てるんです。ほら見てごらん、曲がってないんだよって、この地方の大工の建てた家はすごいんだよっていうね、地元の自慢話から始まりました。佐藤さんの言葉、もちろん映画館の中で真っ暗ですからメモすることもできずに、この言葉絶対に覚えていようと思って、明るくなった映画館の中で涙を拭きながらメモをしました。この言葉、息子と一緒なら復興も楽だったのになって。80に間もなくなる佐藤直さんが、若者たちにももちろん地域の人たちにも手伝ってもらいながら、瓦礫を処分したり、自分のお家をもう一度壊して建て直す、その時にこの言葉が出ました。それからもうたくましいのはその土地のすごさです。まだたくさんの瓦礫があって、いろんなものが、割れたお茶碗などがあるその土地にキュウリの種をまくんですね。そしたら、そのドキュメンタリーの映画、池谷さんが何度も通っているわけですから、長丁場で撮った映画なんですが、キュウリが葉っぱが出てくるんですね。そしてとうとう家を完成させるところでこの映画は終わります。棟上げ式の時に3月11日を記念してこの家を建てたって佐藤直さんは言います。2011年の3月11日の翌日、津波の翌日3月12日に佐藤直さんのお孫ちゃん生まれたんですね。のんちゃんって言ったかな。のんちゃんも映画の中に出てきました。本当にたくましい佐藤直さん、そして今の現実を私たちは知ることになる陸前高田市のその様子もたくさんこの映画の中に収められています。陸前高田市といえば、私はツバメを思い出します。陸前高田市のあの体育館にね、もう壊れてしまった体育館の軒先に無数のツバメが巣を作っていました。戸塚に戻り、ツバメを追いかけながらいつも陸前高田市を思っています。今日の東北の絆、陸前高田市が舞台となった池谷薫監督の先祖になる横浜ニューテアトルの石本さんのお話とともにお届けしてきました。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。